にいる可愛い子が気になっている方も多いと思います。実はこの子、私たち八王子高校吹奏楽部のマスコットキャラクター八王子くんと言います。それでは八王子くんの紹介をします。八王子くんは頭の上の王冠と背中の羽、そして大きなお尻がチャームポイントとなっています。八王子くんは去年からブログを書いているんです。私たちの日頃の活動の様子を綴ってくれています。今日の様子も近いうちにアップしてくれるよね。皆さんもどうぞ八王子くんの日記でご検索ください。おや、バンドが下がったようですね。何が起こるんでしょうか。八王子くん、何が起こるんだろうね。なんだろう。おや、何やらかっこいい服を身にまとった人たちが出てきましたね。続いての曲はアイズバンダンサンファンタジーです。この曲は歌って踊れての踊れてを披露します。和のモチーフがテクノ音楽にアレンジされています。この曲、3月に開催された第40回定期演奏会にて昨年度卒業された先輩を中心にダンスを取り入れました。先輩方もたくさん見に来てくださっているのでしょうか。本日はそのダンスを新2、3年生で披露します。それでは